はい、じゃあトップバッターでさせていただきます、京極です、よろしくお願いします。じゃあ皆さん、ですね、童心に帰って5歳か6歳ぐらいの気持ちで生ぬるい目で温度としては20度ぐらいで見てくれたら嬉しいなと思いますので、じゃあみんな5歳から6歳に戻ってくださいよ。アンパンマンのマーチです、よろしくお願いします。吉田沙保里に似てるってよう言われるんですよ。あれあんまりうんうんってしてる。ありがとうございます。いやもう初見で会う人にいつも吉田沙保里さんに似てますよ、銀メダルおめでとうございますってよく言われるんで、ちょっとそれで吉田沙保里さんに似てるねからのゴリラに似てるねってよく言われるんで、ツイッターとかでも吉田沙保里さんがゴリラみたいですよね。そんなの私に失礼より吉田沙保里さんに失礼なんですけど、っていうよりとりあえず動物に似てるからズーっていう歌を歌おうと思います。ズー愛をくださいという歌を歌おうと思います。よし、チューニングも終わったんで。
無駄口はやめて、いきます。ちょっと待ってくださいね。で、3人の僕の教室から3人と教育さんはここで月2回、はい、月2回です。まあ、5回はやったんですかね。私4月か5月からここ来てます。
全部で5回ぐらい。5回ぐらいですね。ぐらいなんで、最初はどうしようかと思ったんですよ。そうなんですよ。今もどうしようかですけど、どうしようかっていうぐらい、ちょっとひどかったんですけど、本当に、これ無理かなって思ってた。月2回のペースなんで、もう全然こう、3回ぐらいはもう変わんなくて、で4回目もやったりやらなかったりして、2回ほどちょっとできてないんですけど、1ヶ月ぶりぐらいですか。そうなんです、8月がちょっと忙しくて、それで今日自己練習を合わせてみて、ゆっくりで上手くなってました。すげえ上手くなった。一番最初知っとるから。弦合わせ、チューニングできなかったですもんね。最初になったので、ちょっと安心なんですけど、やりますけど、よかった、ディスって笑われたらどうしようかと思いました。うまくやってましたね。よかったです。それで今日は飲み物の台の中にはだいぶ量が入ってますのでくれぐれも見せれるような状況でとか聞いていただくような状況じゃなかったんですけど、どんどんなんか広告がなんか一人歩きしちゃいまして、すごいお客さんに来ていただいて、彼女たちも初めてなんで、今日が初めてデビュー戦です、ですから緊張も激しいんですけど、僕の方でみんななんか入ってるんじゃないかと思うんですけど、それぐらい大変で、ですけど、まあ勇気と希望を、みんなやってみようかなとか思っていただければ、キングサーモンで月2回やってますので、全然弾けない方で全然大丈夫ですから、すごい丁寧に教えてくださるんで、分かりやすいように多分やります。教本とか使わないレッスンなんで、やりたい曲をいきなり持ってきていただければなんとかしましょう。3ヶ月もあればどなたでも弾けるようにします歌えるようにしますので、また用意していただきたいと思います。よろしいでしょうか。はい、だいぶ準備ができたんで、じゃあ私カントリーマームが好きで、いや今ユーモモールの岡山の1階にカントリーマーム、自分の好きなのを選んで買えるっていうお店できてるんで、ぜひ行ってほしいんですけど、っていうわけでカントリーロードやりたいと思います。あ、やや受けですね。じゃあやりましょう。無駄口やめてね。よし、じゃあちょっと待ってくださいね。大丈夫です、行きます。いきなり音がおかしい。ちょっと待ってくださいね。おかしいですね。で、違うね。で、違いますか。あれは、どっから違う。多分次だ。違うね。ここ違うね。ここ違いますね。まあ、チューニングこのままです。ここ何番です。何ですか。ここ B。B。B ですけど、僕はそうなんです。近い。はい、どうぞ。